はい今回は税収と日本国民の生活っていう内容について、まあ、ニュースに上がっていたのでこちらの件をちょっと考えていこうと思います今回もよろしくお願いいたします今回はですね東京都知事選の話ではないんですね、まあ、あの自民党政権が続けば円安物価高で、えー、まあさらに増税になって国民生活が積むその可能性が非常に高いと でそれを対策できるのは山本太郎さんの消費税廃止、あるいはです、ね、国民全員に給付金とか積極財政しかないと、まあ、そう思うことを今回お話していきます本当にです、ねまあ、自民党、まあ、自民、公明という、ね、日本国民のことを考えない者たちが、まあ、経団連も財務省もそうだと思いますがそういった者たちがです、ねまあ、おかしなあ、ね、機民政策を繰り広げ国民生活がどんどん,どんどん厳しくなっていくと。 で本当にあの、まあ、皆さんも思ってらっしゃると思うんですが、まあ、令和しかね、まとまることを言わないわけですよ、経済政策、まあ、令和と共産党かなで、他の政党っていうのは話にならないわけですよ、全く国民のことを考えていない、何を考えているのかわからないんですよね、僕たちからすれば、まあ、そういった内容を一、まあ、つずつ今回考えていきますので、本当にです、ね、もう日本国民が過ごすのが厳しい状況が、着々と近づいていると、今もそうですが、 まずいい状況になっているとで、えー、こんな話もですね話が分かれていくんですが、政権交代が必要なんですね、自民、えー、自公の政権交代が必要、ただし、えー、立憲民主党になっても変わらない、えー、のは変わらないんですが、一回変えないと、ですねこのまま最悪が続くっていう、まあ、そのね本当、国民にとってはマイナスしかない、えーまあ、その感じです。 で岸田っていうのは、あの5校5民あるいはです、ねえーまあ、6校4民かな、あもうそ,その要するに、どん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 国民からあ、まあ、税を取ってで、自分たちは裏金とか利権をしてる、まあ、完全に悪い政治をしてるわけですよ、岸田ね。 で皆さんも思ってると思いますが、あとにかく一刻も早く岸田の退陣、えーで、自民党の政権交代が必要、それが遅れれば遅れるほど、国民の生活がどん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 厳しくなっていくということですで。岸田っていうのは少し前にですね、まあ、定額減税とか言いましたけど、全く意味がな,ないわけですよね。うん、本当に、えー、1年間で4万円でしたっけ、1年間で4万円で、1日にしても100何十円ぐらいしかあね、恩恵などを国民は受けるはずもないものをですね、 自分が定額減税をしたから国民は恩恵を受けるとかね、わけのわからないことを言ってるんですが、その裏でですね、実は過去最高の税収になっていたということがニュースに出ているんですね。で、それって国民からしたら理解不能じゃないですか。もっとね、そんな定額減税ではなく、消費税廃止とか消費税減税をしろということなんですが、それはしないわけですよ。で、まあ、その後でニュースを考えていきますが、どういうことかっていうと、 まあ国の一般会計税収が72兆1000億っていうことが分かったんですね、7月1日に。で、過去最高だった2022年の71兆1373億円をまあ抜いたと4、4年連続で過去最高の税収を更新してるっていうことなんですね。ここまで税収が高かったら減税できるじゃないですか。消費税廃止、消費税減税ができるんですよ。別に全く難しくないじゃないですか。だって過去最高の税収なんでね。 えね、税収はたあの多分に、十分にあるわけですよ、減税しろって話でしょ、それをしないわけですよ。で、えー、これは僕の考えたことなんですけど、このニュースの中に、えー、あるんですけど、おそらく大企業がですね意図的に裏で、えーまあ、自民、大企業、財務省は分かりませんが、自民、経団連が意図的に裏でつながっていて、えー、何かしら画策してる可能性があるんですよね。 日本の税収が72兆円で4年連続過去最高を更新したということなんですが、円安で輸出企業がまあ好調だったと、物価高で消費税の税収が増えたことが要因であるということがまあ言われているんですが、この円安物価高で、要するに輸出代企業が儲かる、そこにですね消費税も輸出代企業が還付金で戻ってくるんで、そういったものが多分裏で分からないように何かしらされているんじゃないかと思います。そのね反面 日本国内において小売業がどん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 悪化していくということで、円安物価高で大企業だけ儲かる、小売業が厳しくなっていく、そして円安物価高で商品が落ち込む、GDP がどん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 衰退していく、だからどう考えても輸出大企業ですよね、経団連とか、そういったものを優遇する政策をやってるんですよ。国民の生活が厳しくなっても完全に無視して、大企業優遇の政策をやるのが自民党、自民、維新ですね。 話になりません。だからこの2023年、えー、税収が72.1兆円で4年連続過去最高を更新してるっていうことなんで政権交代が必要じゃないですか税収が上がっても減税をしないその国民のことを考えない、えー、そんな者たちが政権にいること自体がおかしいんですよで、えー、まあニュースになってるんでちょっとニュースを考えていきますが 勝手に増えていくインフレ増税とかっていうことなんですが、もうわけがわからないですよね、国民生活が厳しい中、で、そのね、国の一般会計税収が72兆1000億円っていうことがあ7月1日に分かったっていうことで、過去最高の2022年の71兆1373億円を上回って、4年連続で過去最高を更新したっていうことですね。 で、えー、そういうようなあな,なんか全く減税をしないわけですよ。で、このなぜ過去最高の税収になったのかっていうと、円安で輸出企業があまあ潤ったことと、まあ、法人税があまあ多く入ってきたとかって言ってるんですが、おそらくこの円安をですね意図的に対策しないんですよね、円安物価高を、国民がどん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 困ってるんですが、国民のことを全く考えない。でさらに 物価高を背景に消費税,が消費税の税収が増えたということなんですけど、国民生活が厳しいので、消費税減税、ないしは消費税廃止、そういった方向に向かわないといけないんですが、そのことをせずに、全く、ね、意味がわからないことをやっているのが岸田自民党自公です。 でえーまあ、このニュースには、ですね企業が儲かって税収が増えるのはいいっていうことがあるんですが、まあ、それはそれでいいんでしょう、ただし、この円安物価高を対処しないっていうのは非常におかしいですし、えーまあ、この消費税が増えたことと、まあ、所得税の、まあ、ことだっていうことは、まあね、ニュースには出てるんですがあの、国民の消費ですよね、個人消費、GDP が落ち込んでいるにもかかわらず、消費税収が増えてるっておかしいじゃないですか。 んあの国民の、ね、個人消費、GDP が増えなければ、経済的に良くなることはないんですよ。逆に言えば、個人消費を良くするためには、消費税を廃止、消費税減税しないとだめなわけですね、それをしない時点でおかしいわけですよ。で、えーね、生活必需品の物価高でどん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 値段が上がっていく、給料を、ね、手取りがどん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 下がっていく、スタグフレーション、さらに所得税も高い。 社会,えー、社会保障、社会、えー、保険料も高い、うんで、国民生活はどん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 厳しい、その厳しい国民生活の上に成り立っている過去最高の税収っておかしいじゃないですか、国民生活、犠牲になった上になってるわけでしょ、そんな税収などいらないから、国民のために還元しろ、ね、減税しろっていう話じゃないですか。で、えー、まあ、国によっては、インフレによって勝手に税収が増える、インフレ増税とかって言ってるんですが、意味が分かりませんよね。 でさらに、えー、この後わけわからないことが続くんですが、国民生活が厳しい中ですね、防衛費を増額するっていう、全く意味不明なんですよね、剰、う、余、ん、金は防衛費に回るっていうことなんですが、円安を放置して、えー、防衛費をどん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 増額するって、だから岸田っていうのはあ、まあ、アメリカの言いなりですけど、阪神ならないわけですよ。 2022年の一般会計の、まあ、決算上金3兆3911億,39億円のうち法律で優先に使える、まあ、その国際償還費、地方交付税交付金を振り分けた、まあ、2兆円を除いて1.4兆円を防衛力強化資金に積み立てる防衛関係費に充てる意味が分かりませんよね。国民生活が厳しいんだから 国民生活のね、えー、まあその何て言うのかな？それがより良くなる方向に考えるべきですが、全くそういうことを考えないんですね。で、円安については放置してるんですよ。だからあこれがですね。自民あるいは経団連のつながりを疑うっていうことです。全然この円安に関して放置して円安物価高を全く放置してるって言うことですよ。 で、えー、まあ、この1ドル160円で、えー、ねどうにもならないということで、海外からの輸入に頼るエネルギー価格が上がっていくと、でこのお円安をおまあ、どうにかしないといけないって言っても、日本政府、日銀はあまあ,あ動きが遅いというか、まあ、しないっていうか、まあ、できないのか、なんだか知りませんけど、意味が分かりませんよね。はっきり言って、だから日本国内の経済の状況ですよ、消費税廃止とか、ね、えー、あるいはその国民全員に給付金からのね、えー 個人消費がよく好循環に回るるとか、あるいはですね、日本の中小企業にお金を投じて積極財政、そこから経済の好循環、ないしは中小企業を救うとか、そういうことをすればいいんですが、そういうことをしないと、でまあ、利上げしても結局は国債の利払いが増えて、ね、税収分を国民に還元する余力は残らないんじゃないかとかって言ってるんですが。 このインフレ増税というのと、まあ、円安、物価高で国民生活が苦しくな,なるばっかりだからえ岸田は早くあの退陣しろということでニュースが終わってるんですがあの、まあ、皆さんも思うと思いますし僕も思うんですが過去最高の税収ということであれば減税す,する必要があるじゃないですかだって日本国民は生活困ってるんですから9割近くはねしかし、えー、減税という言葉が出てこない。 だからつまり、自民党を経団連財務省かな、そういったものは多分裏でつながってるんでしょうね。だから、その自民経団連財務省である限り、何も変わらないんですよ。それを変えられるのってのは、令和の山本太郎さんしかいないんですが、僕はあの山本太郎さんを応援してるんですけど、すぐに政権交代できないっていう問題もあるんですね。でじゃあ、例えばですね、令和山本太郎さんがおっしゃってる正論があるわけですよ。 消費税廃止ね、インボイス制度廃止、国民全員に給付金、積極財政をすればね、ね経済の好循環になるんですが、そういうことを言う政党っていうのはほとんどいないんですよ。令和と共産党ぐらいじゃないですか、まと、あ、もなこの経済政策を言うの。それ以外のところっていうのはもうわけわからないですから。で令和に 一刻も早く政権交代してもらいたいと願うんですが、なかなかそれも厳しいじゃないですか、かそういったことを考えて、まずは一回、ですね自民、自公をひっくり返さないといけないと、その自民、自公の政権交代のために、7月7日の東京都知事選がですね、えーねえー、小池合子の背後に自民党が応援に回りますから、それを一回ひっくり返せる、えーね、チャンスかなとまあ思うということで、まあ、皆さんも思うと思いますが、完全にだからおかしいわけですよ。 過去最高の税収とかって言ってるんで国民のために減税還元するかと思ったらしないで、過去最高の税収になったのはなぜかっていうと物価高のところで消費税を取っていたことが関係してるってまあ、どうかしてるとしか僕は思えないんですけどねまあ、多分リスナーさんもそう思うと思いますし、えー、まあそれをあの解決 解消できるのは山本太郎さんの消費税廃止、その経済政策しかないんですが、まあ正直ね、すぐにでもやってほしいと思いますが、いつなるかわからないし、他の政党が全くまともな経済政策を言わない、それが大きな問題であると、まあ、そう思いますっていうことで、まあ、こちらのニュースですね、見られた方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、調べて思ったことをお話しいたしました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。